刻はちょうど5時です。ちょっと2時間ほど休憩させていただいてたんですけれども、クエスト達成に向けてまだまだ件数が足りないということで、夜の部頑張っていきたいと思います。というわけで夜の部開始、一発目は出前館です。31アイスクリームイオンモール八千代緑ヶ丘店、行ってきます。はい、お預かりしていきます。はい、31リニューアルして綺麗になったお店からピックアップ完了しました。お届けは緑が丘西です。5時13分31の配達完了しました。次の依頼決まっておりません。Uber 出前、あとメニューも立ち上げて次の依頼待ちたいと思います。5時19分に Uber 鳴ってくれました。ステーキガスト奈良市の夢町モール店ですね。はい、で、他の2社メニュー出前館オフラインにしようとした際に出前館も鳴ったんですけど、まあちょっとね同時には受けられないんで、では Uber 行ってきます。こんばんは、ウーバーです。ステーキガストさんのピックアップ完了しました。お届けは奈良市の4丁目ですね。行ってきます。5時42分マックスバリュー奈良市の大店、 3.9キロ23分680円。はい、どの道そっちの方向戻るんで喜んで行きます。ダブルぶち込んできましたね。どこ、あ、二宮 3.819、 まあ悪くはないかな。行きますか。こんばんは。こんばんは、ウーバーで伺います。マックスバリュー奈良市の大店さんのピック完了しました。お次はロッテリアピックです。こんばんは、ウーバーです。はい、ロッテリアさんピックアップ完了、お届けに向かいます。高値台でちょっとピンズレ濃厚案件、住所メモ書きあったんでヤフーマップに入れたんで、まあたどり着けるはつけるんですが、当初の予定とどれぐらいずれてるんでしょうか。2つ目のお客さんがねどれぐらい遅れちゃうとか、そういうのが気になりますね。マックスバリューさんの配達完了しまして、次はロッテリアの配達向かっています。結局ピンズレ 500m ぐらいのピンズレだったんで、まあそこまで大きな問題にならずに済みました。では行ってきます。6時20分にですね、複数店舗ダブルピックのロッテリアさん配達完了しました。そしてその後ケンタッキーフライドチキン柴山店さん 7.5 キロのロング案件だったんですけど、自分のエリアの坪井方面だったんで取りまして、そしたらすぐ追いダブル同じケンタッキーフライドチキンさん柴山店さんから依頼来まして、同じく坪井方面ということで、まあ、これなら全然問題ないだろうということで、依頼受けてます。またダブルで行ってきます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお預かりしていきます。ケンタッキーフライドチキンさんのダブルピックアップ完了してます。両方とも坪井方面です。向かっていきます。なんか同じ店舗のダブル、追いダブル久しぶりな気がします。なんか逆に新鮮な感じがしてしまいました。今回のダブルの案件もですね、坪井東と坪井西の2件で、ルート的には坪井西の方が先に落とした方が早そうなんですけども、まあ坪井東が先と、
まあ、お料理先におそらく作ってたのが坪井東の分ポイントで先に受けてるので、まあそんなに大した距離でもないし問題ないのかなとは思いますけど、どうなんでしょうね、配達の効率的なものはまだうまく考えられてないのかなっていう、たまに変なドロップ順がありますね。ケンタッキーさんの2軒目配達完了しました。6時57分ですね、次の依頼は来てないです。こんばんは、ウーバーイーツです。7時ちょうどにですね、すき家船橋に一大前店さんがありまして、ピックアップ向かって、受け取る前に追加ダブルロッテリア北奈良市の店さん入りました。で、今すき家さんのピックアップ終わってます。ロッテリア向かいます。ロッテリアさんのピックアップ完了しました。西奈良市の向かいます。1軒目すき家さんの配達完了です。7時30分ロッテリアさんの配達も完了しまして、複数ダブルピック配達両方終了です。次の依頼は来てないです。なんか最近ここ2日ぐらいかな、行き先不明の一発複数ダブルピック案件1個も来てないんですけど、あまりにも不評でちゃんと別々で追いダブルにするようになったんでしょうか。まあそれならすごいありがたいし嬉しいんだけど、まあたまたまかもしれないですね。どうなんでしょう。いやー、ネタなんじゃないかっていうタイミングで普通に複数ダブルピック一撃表示来ました。依頼距離がただね、2軒合わせて 3.7 キロっていうことなんで、はい、全く問題ないでしょうってことで受けてます。まずは松屋北奈良篠店さんです。ピックアップ向かいます。こんばんは、ウーバーです。番号お願いします。松屋さんのピックアップ完了しました。お次はすぐそばのインド料理屋さんシタルですね。行ってきます。あ、こんばんは。インド料理シタルさんのピックアップ裏口から完了いたしました。それではお届け向かいます。まずは松ヶ丘方面行ってきます。はい、1軒目松屋さんの配達完了しました。次シタルさんの配達向かいます。すごい東方面ですね。行ってきます。7時56分シタルさんの案件も完了です。行き先不明複数ダブルピックまだ普通にありましたね。やっぱそう簡単に配達員のためにパッとは変えてくれないっていうことですね。はい、次の依頼待ちます。行ってあげようかね。うわっ15分程度の無音で、済みました。ウーバーさんになってくれました。千年の宴八千代緑ヶ丘店 4.4 キロ23分701円です。行ってきます。ポンジーとホタテ貝柱、はい、ツナマヨの焼きおにぎり、はい、油揚げの味噌チーズ焼き、はい、はい、お願いします。はい、じゃあお預かりしていきます。千年の宴さんのピックアップ完了しました。お届け奈良篠台4丁目です。行ってきます。
8時35分千年の宴さんの配達完了しました。次の依頼は来てないです。いや、ずいぶん久しぶりになってくれました。びっくりドンキー八千代緑ヶ丘店 2.5キロ16分515円、ありがたく行かせていただきます。これ冷たいの、はい、サラダと、はい、サラダとザンギポテト、ザンギポテト、はい、はい、じゃあびっくりドンキーさんのピックアップ完了しました。大田道県緑ヶ丘西です。9時13分配達完了しました。次の依頼はないです。ウーバーです。ずいぶん久しぶりになってくれました。しかも、目の前にいたローソンさん、そこから呼んでもらいました。もう鳴った瞬間嬉しかったんですけど、ちょうど地震もありましたね。はい、お届け先はすぐそばです。向かいます。9時47分あっという間に配達完了しました。次の依頼はありません。時刻は10時半です。全くならないんですけど、まあ粘りに粘って今すき家さんになってくれました。船橋日大前店、2.4キロ12分449円、行ってきます。10時35分配達完了です。さすがにもうならないかな。なるんだ。へえ、マクドナルド船橋日大前店 3.0キロ15分496円、行きます。こんばんは。すごい海が入ってるな。10時46分マクドナルドさんピックアップ完了しました。マクドナルド日大前店さんが10時45分でオーダーストップなので、まあ、マクドナルドさんはこれで終了ですね。10時52分配達完了です。最後ね、華麗なるピンズレ案件でしたけど、まああらかじめピンズレなのが分かってたんで問題なく配達してきました。一応今日これで終了しましょうかね。なっちまったな。すき家船橋日大前店 2.7キロ14分457円、行っちゃいます。こんばんは。ウーバーイーツです。スキ家さんのピックアップ完了しました。お届け大和田神殿です。行ってきます。100円台か、ちょっと遠いけど最後行きますか。多分これで大台 4.9キロ19分、スキ家船橋日大前店568円。11時8分受けます。で、一つ前のスキ家さん今配達完了してます。ではもう一回スキ家さんピックアップ向かいます。こんばんは。ウーバーです。はい、11時12分スキ家さんのピックアップ完了しました。多分戻りの便とかでいいのがない限り今日はこれで最後にします。で、今日ね、やっぱクエスト達成に向けてどうしても粘りたかったんで、
まあ、これ今日 Uber 28配達目なんですけど、まあ、回数もそうだし、あと、まあ、出前館とか全部合わせて金額的にも2万円を目標にしてたんですね。でこのすき家さんの依頼受けるまで出前館と Uber 合わせて1万9432円だったんですけど、はい、今この依頼がですね見積もり568円ということで合わせてぴったり2万円になります。はい、なんでこれでやめてもいいとは思います。では行ってきます。はい、11時22分配達完了しました。これで今日終了します。売上報告ということで、出前館が6件、Uber Eats 28件、合わせて2万円ジャストでございます。正直ね、まあ、なり良くなかったですね。特に夜8時9時あたりは全然ならなくて、まあただ今日は粘るっていうことに決めてたんでここまで粘りました。クエストの方もですねだいぶ進みました。今日28配達で今週ちょうど70回に到達しまして、残り第1段階まで30回で、フルカンクリ130回まで60ということで、あと金土日1日20回でいいということで、まあ大変は大変ですけどだいぶ楽とも言える数字まで持ってきました。明日もちょっとフル稼働できるんで頑張って達成していきたいと思います。まあ達成してもね外れクエストなんで安いんですけどね。それでもおーいおーい、これはねこれはいかないよいかないよ。うん、ちょっと遠いもん、ビッグボーイまで。ごめんなさい、これはいかないです。はい、キャンセルしました。うわ、キャンセルっていうか受けませんでした。というわけでおやすみなさい。寒いです。